い、皆さんこんばんは。今週も始まりました RMPG ドープステーションの時間です。今週は10月25日月曜日の、放送でお送りしますということで、今回はですね、収録会という形になりますということで、ですね、まあ、先々週からですね、スタジオの方からね、お届けしていますけども、この2人は久しぶりということで、改めて自己紹介をよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは、はい、ケンタです、よろしくお願いします。ケンタです、よろしくお願いします。お願いします。そしてそして念願のスタジオ復帰だ、 TikTok 支部の浦川です。お願いします。お願いします。上がっていこう、上がっていこう、上がっていこう。というわけで、はい、今回この3人でお送りしていきたいと思います。はい、お願いいたします。もはい、今週のコーナー企画はですね、リスナーさんからの、質問にお答えするコーナー、ランドペ質問箱をお送りしますということで、さらにですね、月末恒例のリキアの、睡眠楽曲チルチルソングを、紹介したいと思いますので、お楽しみくださいというわけでですね、はい、早速やっていきたいと思うんですけども、1曲目レコメンドから入っていきたいと思います。お、1曲目の レコメンドは自分からのレコメンドになります。1曲目はドントリバーですね、ドントリバー、このねランドプでも結構もう何回もかけてるんですけども、高い手とかもねよくレコメンドしてますけども、今回また新曲が出てまして、その中のね1曲を持ってきたんですけども、今回フューチャリングがトラビス・スコットということで、あら、まあ、すごくねやっぱドントリバーの独特な雰囲気がね、ちょっとね癖になるような感じになってますので、はい、ぜひね聴いていただきたいなと思って持ってきました。というわけで早速いっちゃおう、いっちゃおう。ドントリバーでフロッキーフロッキーフィーチャリングトラビス・スコットです、どうぞ。いっちゃおう、はい、ということで今お送りしている楽曲はドントリバーのフロッキーフロッキーフィーチャリングトラビス・スコットでした。うわー、わほ、しびれますね。フロッキーフロッキーということで、ね、ストレイラー。はい、今回ね前回もあのねワードで出てましたよね、ストレイラー出てましたけども、そのね代名詞でもトラビス・スコットが今回フューチャリングとして、出てますけども、トラビス・スコットのレーベルと契約し、アフターパーティーなどこれまでもヒットを飛ばしてきたドントリバーがですね、先日ニューアルバム Life of a Don をリリースということでね、この曲に参加しているトラビス・スコットの他にも、ベイビー・キム、ベイビー・キムもねこのレコメンド書きましたけども、ね、すごいイケイケな曲前回僕持ってきましたけどもとね、カリ・クリスなど注目の若手も参加しているということで、トラビス・スコットのシンガーバージョンと言ってもいいような歌い方がまさに今のトレンドであるドントリバーということでね、カニ・ウエストのアルバムには参加していたりと、ね、すごく大人気なアーティストになってきているということで、まあね、すごくこう不思議なちょっとアフリカンっぽい歌い方というか、なんかすごいちょっとこもったようなね癖になる、なんか一回聴いたら忘れられないような声してますけども、ドントリバーねガツガツすごく出してきてるので、アルバムねまだ僕聴いてないのでガツこれね聴いてみたいなと思うんですけども、この曲もねミュージックビデオも出てるのでぜひチェックしてみてください。というわけで、はい、1曲目はドントリバーのフロッキーフロッキーフューチャリングトラビス・スコットでした。ありがとうございます。はい、1曲目ちょっとゆったりめなねヒップホップかけましたけども、はい、続きましてケンタカミヤお願いします。はい、僕が持ってきた曲はですねエド・シーランのですね Bad Habits っていう曲なんですけど、わーおーわー、タイトルの意味はですね、はい、悪い習慣を意味していて、あらあら、はい、この曲では酒を飲み続け深夜までパーティーをしていた過去の習慣を振り返り、それらの行動が何をもたらすかを考えている一曲となってるぜ。なりますよ、何か思い当たったんでしょうか、反面教師なんでしょうか、どうなんでしょうか、何もないぜ。それでは聴いてくれ、エド・シーランのバッハウェイフジャーバッドウォービアーツ。はい、というわけで今お聴きいただいている曲はエド・シーランでバッハウェイツです。バッハウェイツ、これミュージックビデオではですね、吸血鬼のキャラクターになりきり意外な彼の姿を見ることができるので、それこそ自分の裏の顔ということですかね。なるほど、裏の顔、まあ、最後には太陽が上がって本当の自分に戻るというストーリー性のある映像作品になってますので、はい、ミュージックビデオの方もぜひチェックしてくれよな。
承知。承知。珍しくなんかボケを入れてきましたね。ありがとうございます。うまい。バッタハゲ。まだやってんぞ。鬼滅でしたっけ。鬼滅ちょっとね。ハマってるんで。地上波で1ヶ月前ぐらいだったっけ。そんな前じゃないか。地上波であのアニメやってた時ですか。結構前じゃないですか。なんかやってたよね。最近やってたんですか。新しいのやるっていうぐらいですか。でもそろそろ。今ネットリックスでなんか始まってんじゃないの新しい。ああそうですね。あの無限列車編に向かうスピンオフみたいなやつ。だから煉獄さんがあの映画の前のシーンみたいなやつが配信されてるんですよ。へえ。興味ありそう。あなたが言ってきたんですかね。広げようとしたら。エドシーランでバッホビッツでした。オーマイガー。の広げたのにな。というわけで2曲目エドシーランでしたけどもね。ちょっとね、ランドプーあんまりかけないですけども、今回ね、すごくノリノリないい楽曲でしたね。というわけで、2曲目流しましたけども、続いて、いきましょうか。はい。そしたら、翔平から。はい、承知いたしました。最近ですね、私、今まで結構日本、まあ、今回 TikTok 案件なんですけれども、最近結構海外のクリエイターの方をめちゃくちゃ見てまして、はい、海外のそのチャレンジを生み出してる人がいるんですけど、その方が、結構チャレンジをこの曲で作ってて、海外で結構流行り、まあ、日本までまだ届いてないんですけど、そのチャレンジは。結構流行り出してるので、まずは曲を聴いていただきたいと思います。リルナズ X、ダラーサインスライムフューチャリング、メーガンジスターリオン。どうぞ。ただいまお聴きいただいているのはリルナズ X ダラサインスライム、フューチャリングメーガンダスタディオンでした。はい、まあね、リルナズめちゃくちゃ流行り倒してますね。インダストリーベイビーとかも流行ってるんですけども、それを担当してる、方がこの楽曲も作ってるみたいで、やっぱ後ろでこうなんていうんですか、ブラスみたいなの鳴ってる音もちょっとなんかちょっと似てるよね。ちょっと似てますし、これ先日リリースされたデビューアルバムの、モンテロに収録されていて、いやトラップの感じもありつつ、ポップの曲に仕上がっておりますということで、リルナズですね、本当にTikTok 界隈ではもうあんまり聴かない日がないんじゃないかなってぐらいいろんな楽曲が本当に TikTok で流れまくってるので、これからも、どんどん成り上がっていくリルナズ X に注目でございますということで、ありがとうございます。いいですね。はい、まあ、今日はケンタさんがすごいミステリアスで怖いわ。すごいよね。どうしました。あともう一人ぐらいちょっとルイさん呼びます今日。飲んできた。疲れ切ってる。行き切っちゃってる。さっきはリハで今からジム行ってきます。あらあらあら。足怪我してるけど。はい、というわけでね、3曲目ジョイが持ってきたのはリルナズ X の楽曲ということでね。はい。いいですね。めちゃめちゃなんかリルナズの色がね、かなり詰まってきてますよね。はい。はい、というわけでですね、3曲流しましたけども、ここでねちょっとで、ね、情報を入れていきますと、ジュニアエグザイルのね、はい、4組によるエグザイルデビュー20周年を記念した企画、エグザイルトリビュートの、ジュニアエグザイル総勢38名による、エグザイル20周年への思いをつなぐ、ね、トリビュートシングルがですね、はい、4週連続で発売ということでですね、僕らの楽曲もね、はい、いよいよ出てきましたけども、そうですね、もう MV も解禁され、そしてね、楽曲も配信されましたけども、はい、どうですか MV は。ノーリミット、まあ、結構見応えありますよね。なんかすぐ終わる感じというか、長々なんかまあ 3,4 分ぐらいあるんですけど、うん、すごいなんか見応えどころっていうか見どころがたくさんありすぎて、うん、マシブもそうですし、うん、ソロとかもなんかすごいなんか入れ替わっていく感じもありますし、うん、サビとかもすごい勢いがあって、かつなんかエグザイルさんのその元々のノーリミットの映像が彷彿とするようなシーンもあったり、うん、すごく見応えがあるなと。遠くから見たらあれエグザイルさんみたいな感じみたいな感じのシルエットとかもありますし、うん、なんかああいうの初めてやったかもしれないですね。ああいうなんか、ね、オマージュ的なやつ、なんかいわゆる LDH みたいな、なんからしさがエグザイル出たのは初めて。確かになんか初めてだ、うん、はい。まあマッシブも今回そうですね、そうなんですよね、歌唱させていただいてますけど、声を入れてみて、声入れてみて、なかなかハスキーなセクシーな
ちょっと低めで言っちゃった、言ってましたけど。あれ割り振られてますからね、スタッフさんに。そうですね、まあね、作詞とかもね、あの。それだったらあれじゃない。スカイザレミエいやそこはいいじゃないですか、いつも通りですよ。ハイトーン気味なやつで、ハイトーンで、はい、あれ裏話があるんですけど、 MV の、はい、見ていただいたら分かるんですけど、最後翔平がアクロバットするんですけど、はい、スカイザレミエで、で自分たち4人は他の止まろうって、そのパッて止まろうみたいな、あ、はいはいはい、でやったんですけど、やったうちほぼ力也さんがあのカウント間違えて止まってないっていう。え、それ使われてます？いや使われてない、使われて、しっかり止まってる、止まってるやつがちゃんと使われてるのか、うんうんうん、しかも俺が止まろうって言ったんだ。そうなんですよね。しかも高い出てもなんかターンしたりして、なんかごちゃごちゃだったの、結構後ろがなんかね、もう撮影の時なんか変に俺らウキウキして、ね、やったらおもろいね。なんかご褒美タイム来たぞみたいな。めっちゃ短かったけどね、うん、もう確かに。普通しかもさ、 MV 撮ったらさ、はいはい、メンバー16人じゃあ終わったのでこのシーンで写真撮りましょう、はいはい、スタッフさん撮ってくれんかったら、うん、なんか巻きの時間に使われてた、うん、こいつら結構押さえとけみたいな、ここだ、これ俺は撮ってくれないですか、もう全部ほぼ一発みたいな、うん、確かにじゃあ撮りますか、ね、でもそんなね、確かにシーン撮らずに何回かでね、そうですね、あの撮り切りましたけども、すごくあのなんかやっぱあそこのシーンあれだけでもなんかすごくちょっとありますよ、ね、キャンペーンションが強くなるっていうか、自分たちで言うのもなんですけど、なんかねかなり濃くなったのかなと思いますので、ぜひぜひね、そちらの方もチェックして聞いてみてください。はい、よろしく今日めちゃめちゃ噛みますよ。よろしくお願いします。このちょっとマスクの位置がね、やりづらいんですよ。めっちゃウケてんじゃん。めっちゃ嬉しそうじゃないですか、ケンジャが。あー、やばい倒れる。バッドホビットが出ちゃってる。あー、バッドホビットが。下ネタ大好きですね、ほんと。まったく。お兄様方はまったく。あー、お兄様。ちょっと取り出しましたけども。はい。はい、というわけで次のコーナーに入っていきたいと思います。ここからはハンドプ質問箱のコーナーに入っていきたいと思います。はい。はい、この音いいんですね。これ家で聞きたいなっていつも思ってるんですけど、はい、このねコーナーはツイッターにて番組への質問などハッシュタグ、ランドプ質問箱と募集してます。その中からですね、3件、皆さんからいただいた、質問に答えていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、早速1個目いきたいと思います。1個目はですね、ツイッターネームみーこさんからの質問です。マッシュの皆さんこんばんはということで、はい、9月も終わりに近づいていますが、先日私の働いている保育園では運動会がありました。そこで皆さんの運動会でのエピソードを教えていただきたいですということで、ふむふむ、はい、ツイッターネームみーこさんからいただきましたけども、運動会どうですか、活躍エピソードありそうじゃないですか、ケンタさん。ねえ、ブイブイ言わせてそうですけどね。どうなんでしょう。ないね。ないんだ。ないの。運動会だいぶ前だからね、運動会、覚えてないの。運動会ってやったっけ。高校はもう体育祭になるんじゃないですか。中学校で最後運動会、高校でやった覚えないな。高校は体育祭とかない。ない。なんか俺自分たちが何年に1回みたいな、あれ行ってないでしょ。俺行ったかな。俺通信だったからね。レポートやってたから、そういう祭り系何も参加しないのよ高校は。そっかそっか。中学校は、中学校ありますね。運動会あるよね多分。自分中学校の時、生徒会やってたんで、生徒会の補対委員長ってあるんですけど、こんな、こんな感じで補対委員長まとめてたんですけど、運動会の企画だけやって、いろいろまあ進行とかも自分が考えたんですけど、ちょうど運動会当日が遠征のライブのサポートの日で、全部副委員長に委託してそのまま私はライブに行きました。委員長不在で運動会ありましたね。手ぐらいしかねえな。小学校とかは、小学校も ありますね。でも大体めちゃくちゃ足が速かったんで、うん、リレーのアンカーをずっとやってましたね。やってたんだ。1年生か6年生まで、はい。へえ、すごい。で結構キャーキャー言われる立場であったんですね。そうですね、まあ小学校中学校最初の方がもうモテ期最終ぐらいですかね。そろそろモテ期来てほしいですね。だってやっぱそうっすよね、多分モテてたから最初に俺、うん、
翔平立った時神剣って言ってたのあの時ちょっと尖ってもブイ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 神剣神剣無敵だと思ってた歴史屋さん世界さん普通には言えない今じゃ言えねえはい、ね、どうですか健太は。え、の親来るかなぐらいしか覚えてないちょっとそれどういう反応したいんですかこっちは聞きづらいよなえ、お弁当とか持ってきてくれてました。覚えてないな。覚えてそこ全然悲しい過去だ。悲しい、はい、そうなのあまり掘らずに追っときましょうか。ここは自分はあの足早かったんで、はい、保育園の運動会とか覚えてますめっちゃ。動画も持ってるんですよ保育園の。でめっちゃ足早かったんで、うん、あのアンカーとかやってたんですけど、その動画持ってるんですけど、動画見ると、うん、あのずるいんですよ俺。なんか昔からずるくて、うん、あの抜く確かに抜くときちゃんと大回りして抜かないで、ほんと線のギリギリの、あーいいもう入ってるけどめっちゃ攻めて、もう線出てるけど出てるけど入っちゃってるけど抜いてまたバレないようにちょっとずらすっていう。なんか幼稚園とか保育園だともうそんな厳しくやんないから、うん、めちゃめちゃで一緒に、ゴールテープ切って位置になって一緒になんか2人で帰っていくみたいな、うん、めちゃめちゃ、まあ、我ながら可愛いなっていう動画しか。やんちゃだねその時から、はい、ですね、その頃からバッドホビット持ってたいやでも運動会の醍醐味って言ったらやっぱ応援合戦だよね。応援合戦。いやそのた例えば、はい、赤組青組、はいはいはいね、ね、黄色とかさ、はいはい、緑とかあるんだけどやってましたね。対抗でこう出てきてさ、はい、やるじゃん。あなんかフレーみたいなやつですか。あやりますね。あそこが一番盛り上がるでしょ。確かにちゃう。あの余計にあそこでモテようとしててモテるわけないのにめっちゃ声出して頑張ってた。なぜか気合入るっていうね。めちゃめちゃ頑張ってましたよ。恥ずかしかったな。僕副団長とかだったかな。団長に恥ずかしがり屋なんで、はい、ちょっと一番前には立ってないけどちょっと前にいるぞみたいな横にいる補佐みたいなやってたんですけど、まあすごい気合い入れてなんかソーラン節とかもやったし。うわーソーラン節、うん、やってましたね。結構ねなんかそれがすごい一番盛り上がってたなと思うんですけども。運動会でも僕も足早い方だったんで、うん、結構いつも勝ってましたね。はい。でもリレーの選手にはな、自分どっちかというと長距離走だったので、はい、ああなるほどマラソン、うん、あんまりねやってなかったです。まあ玉入れは得意でした。ああ玉入れもうキリがないな。もういっぱい懐かしいのあるな玉入れ玉入れって。はい、というわけで、はい、はい、玉入れさんこういったところでしょうかということで玉入れどんだけ引っ張んねん。はい、というわけでこの辺にしておきたいと思います。次に行きたいと思います。ツイッターネーム、はい、ショヘイリンさんから。これはショヘイのファンなのかな。こんばんは。はい、というわけでマッシブの皆さんこんばんは。こんぐばんは。こんぐばんは。はい、はい、皆さんはよく私服で帽子をかぶっているイメージですが、お気に入りの帽子の形はありますかということで、私はキャップが好きでしたが最近はバケハにハマってますということで、はい、ショヘイリンさんからいただきましたけど、まあ、どうですか。これは私真似してんのかな。私もあのすごいバケハが、確かに一時期バケハめちゃかぶってた。あの一時期誰かな、ナオトさんがめちゃくちゃバケハかぶってて、三代目さんがそうですね、三代目さんがめっちゃかぶってて、なんだあの帽子はってなってであの俺が長崎地元でかぶってたら、あの1年生のあの黄色い幼稚園帽だって言ってバカにされてたんですけどお前ら何も知らない。
はい、というわけで今お聴きいただいた曲はヤングサグで Stupid Asking でした。気持ちいい。いいですね。聞き心地がよろしかった。この曲はですね、はい、インタビューで自分の中でのお気に入りソングの一つだと話していた曲だそうで、はい、今年はレーベルコンピアルバムとしてスライムランゲージ2もリリースしていましたが、うん、そちらの作品よりもこのアルバムは幅が広いイメージとなっております。なるほど、うん、参加アーティストもドレイク、ジェイ・コール、トラビス・スコットと超豪華な内容となっていまして、このアルバムのアートワークを手掛けたメンバーの一人には日本人アーティストの K2 が参加していることも伝えておきたいところというか、日本人が、日本人すごいですね。今月特に注目のヒップホップアルバムなのでぜひチェックしてみてください。はい、はい、ありがとうございます。ヤングサグね、確かになんか最近結構出してましたね、うん、うん、最近は精力的な感じがして楽しみですけど、続いていきましょうか。そしたらはい、翔平からお願いします。私ですね、はい、こちらも、海外のそのクリエイターの方が TikTok、チャレンジを出して流行り始めている、楽曲でございます。聞いてください、トリピレットでミスザ・ウェイ。あれ何ですか、聞いてください、聞いてください、もう早速曲聞いていただきましょう、はい、お願いします、トリピレットでミスザ・ウェイフューチャリングプレイボーイカルティ。はい、というわけで今お届けした楽曲はウィリアム・シングの The Motion でした。ギターのサウンドがすごく切ないですね。ケンタさん、どうなさいました？すごいなんか吐息だけを吐いていましたが、寝てるんですかね、あれ。一応睡眠のコーナーなんで、あ、すいません、はい、
やりましょうか。今日大丈夫そうかなこれ。怖いというわけで、どうでしょうか皆さん、眠れそうですかねこの曲ね。いや結構いいですねこれ、うん、寝る前に聴いたら熟睡できそうですね。楽曲なんですけども、先ほども言ったようにね、 YouTuber でもありながらシンガーとしても注目されているオーストラリア出身のシンガーウィリアム・シングということで、今月リリースしたニューシングルがこちらの楽曲になってまして、なかなか過去の恋愛から抜け出せない心境をテーマにした曲となってますということで、ね、ちょっと切ない、ね、曲になってますけども、子供の頃から音楽に親しんでいた彼はオーディション番組でジャスティン・ビーバーの楽曲をカバーしたことで実力を認められて、この曲を含め、オリジナル曲ではプロデュースも自ら行うという猫からのアーティストということで、素晴らしい、はい、すごくね、まあ、甘い声でメロンな感じなんですけども、今後ねどういう曲を出していくのかすごく楽しみなアーティストとなってますということで、はい、ぜひね皆さんもちょっと眠れないなという時はウィリアム・シングを検索して聞いてみてはどうでしょうかというわけで、はい、チルチルリキアタイムはこちらで終了になりますということで、はい、本日もう全曲流してね終わりになりますけども、はいはい、あっという間な1時間でしたけども、早いですね。はい、まあね、今回久々のスタジオからのね、はい、お届けということで約半年ぶり、うん、そうですね、久々ですね。やっぱタイムラグないんでやりやすいですね。やりやすいね、タイの方が、うん、ずっとこうあってほしいですね、うん、すごくね音も綺麗で、はい、なかなかねすごくいい環境でできて嬉しいですね、はい、というわけで来週も放送がありますのでぜひ皆さん聞いてくださいというわけで、最後にですねちょっとお知らせがありまして、はい、以前もお伝えしましたが、プロクエフェメンのですね、ウェブサイトがリニューアルされるということで、11月8日からウェブサイトのリニューアルを行い、そこからですねより使いやすいデザイン、ページ構成を追求したウェブサイトに生まれ変わりますので、リニューアルオープンを楽しみにしていてくださいというわけで、うん、はい、はい、ウェブサイトへの切り替えにあたってですね、11月4日から11月7日は、現在のウェブサイトを一時閉鎖しますということで、該当期間はアクセス不可能となりますのでご了承願いますということで、はい、はい、そしてですね、すでにダウンロードされているアプリは、ウェブサイトリニューアル以降ですね動作保証されませんのでお気をつけください。11月8日以降はですねウェブサイトで、ブロック FM のコンテンツをお楽しみくださいというわけで、分かりやすく言うと、はい、普通にねブロック FM をネットで検索をして、そちらのねサイト内からご視聴可能ということなので、なるほどです。ぜひねそちらから皆さん聞いていただければと思いますというわけで、はい、最後はですねこの曲を紹介してお別れにしましょう。じゃあケンタから紹介してお別れしましょう。はい、最後の曲はですね The Rampage from Exile Tribe で Living the Dream。 皆さん本日もお聞きいただきありがとうございました。バイナラ。 Thank you now。